あのね、チンチンとか童話に関係するイベントにパネル展っていうのがあるんですよ。あの展示会場みたいなところで、こういう大きなね、紙になんか印刷して、それをなんか額縁に入れて、で、壁に並べて、で、来た人が見るっていうね、本当全く意味のわかんないイベントがあるんです。まあ、人権だの童話って言ってね、展示するもんなんて大してないんで、そういうことをやるしかないんだと思うけど、そんな、ただ紙に印刷してあるのを見せたいんだったら、なんか新聞にでも挟んでね、チラシと一緒に配ればって思うんだけども、いまだにこういうね、税金の無駄遣いがされている。でもまあさすがにね、コロナでそういうイベントもやりにくくなったから、こういうのがね、最近はインターネットでこう掲載されて、こう各地のね、自治体なんかでね、見れたりするんだけども、これは島根県人権啓発推進センターで、また変なパネルがあるって教えてもらったんだけども、これね、風習慣習に対する意識、いろいろ書いてあるんだけども、まあ要約するとね、毒用、大安友引だとか、そういうのは迷信であって、そういうのにね、昔から言われているからって言って同調しようとする意識がですね、このブラック差別とね、実は関係してるんだみたいな言い方をされてるんだけども、この六曜はブラック差別と関係してるっていうのはね、いやそういう話じゃなくて、もっと話はシンプルでね、誰がやったかっていうのも分かってるんですよ。2005年そのぐらいだったと思うんだけども、ブラック解放同盟滋賀県連合会の、丸本千吾って、まあ、当時の書記長が、あの公務員の、ね、手帳にカレンダーがあって、そこに大安とか友引とか書いてあるのに、それになんか差別につながるとか言ってね、こういう感じのこじつけでイチャモンつけたっていうのが始まりです。あれこれ理屈こねてるけども、別に六曜ってブラック差別は何の関係もないです。だからむしろこれ間違ったことを教えてるし、こういうパネルが税金で作られるっていうこと自体がやっぱり童話ブラックの闇なんですよ。こういうのが嫌だしおかしいって思うから、やっぱりいつまでたってもなくならないんですよ、問題が。でこの六曜についてはね、イチャモンが出てきた当時、僕もね、いやじゃあ七曜はどうなんだって言ったんですよ。七曜、月火水木金土日、これなんて盛大に使われてるでしょ。で日曜日が休みっていうのもね、いや別に法律で決まってるわけじゃないですからね。労働基準法だと確か週に最低1回休みを入れるんだけども、日曜日じゃないといけないとは書いてないんです。だから日曜日に休むっていうのも慣習に過ぎないし、まあある意味同調圧力というか迷信というか、そういうものなんだけども、じゃあなんで六曜だけ槍玉にあげるんだって言ったらね、そんなん何も答えられないわけですよ。いやなんか七曜はね、社会に浸透してるんだからいいんだみたいなことを言ってるけど、じゃあね、そのブラック差別も社会に浸透してたらじゃあいいのかっていう話になるでしょ、だから完全にこれはおかしなイチャモンでしかないんです。でこういうのがね、いつまでも通用するかって言ったらね、確か宮津市だったかな、京都の宮津市、そこでね、なんか創始の清め塩は差別だみたいなことをね、市の広報に載せたらね、なんか市民からものすごい抗議が殺到したっていうことがありましたね、そもそもそんな宗教的な行為に関してね、どうしろこうしろって行政が言うのはおかしいじゃないかって、それ信教の自由の侵害でしょって普通にっていうふうに言われて、それで宮津市が撤回したなんていう話もあったんですよね。この役所に対してね、ボロクソに文句言わないとこういうこともやめようってことにならないのかなと思うんですよね。だからこういうパネルについては、この結局背景はブラック解放同盟滋賀県連の丸本千吾書記長ね、その人が原因だっていうことだけ覚えてください。だから六曜だったら迷信だとかね、そういうことを思い浮かべるんじゃなくて、ブラック解放同盟滋賀県連が最初にイチャモンつけたんだっていうふうにこれ覚えてください。ということで今日のね、啓発動画でした。